Hey guys, welcome back to another Genshin Impact video. Today, we are going to do a side story quest. So, unfortunately, I accidentally triggered the story quest. That was when we were trying to do a summoning video. The story quest starts at the statue of the visions, but because there was no navigation or warning, it just got triggered. But I managed to catch like majority of it. There was not much happening at the first five seconds, but you didn't miss much. So let's get to the story, and I'll see you guys later. 君たちか。ちょうど君たちが稲妻に残した影響について話していたんだ。いや、以前は柊木さんの手紙を送り届けてくれてありがとう。お二方のご友人でしたか。僕は九条家の次男である鎌治様の付き人です。一平って呼んでください。ああ、これまでの三奉行の仕事は将軍様のために情報を集め、指示された任務を執行することだった。だけど近頃将軍様が静養を告げられ、誰にも会わないようにしているんだ。つまりもう俺たちの代わりに物事の判断をしてくれる人がいないってわけさ。将軍様に心の整理をする時間が必要なのはもちろん理解している。だけど時期を同じくして稲妻外界で雷が荒れ狂い始めたのも事実なんだ。その通り、長きにわたり雷の規模や形態に変化が起きたことは一度もなかった。けど現在それらが稲妻の島々に近づきつつあるみたいなんだ。うえ、それって将軍に今稲妻を滅ぼそうとしている意志があるってことか。それともオイラたちに復讐を。そうだぞ。それにオイラたちに復讐したかったら普通の雷でも全然十分だし。ってそれも怖いって。そこは安心してくれ。俺たちが心配しているのは将軍様なんだ。今まであのお方の意志が揺らいだことなんて見たことなかったからね。それにリーユへの神が近頃去ったことを思うと、どうもいい兆しには思えない。雷が荒れ狂うのは将軍様の体に何か起きたからだと考える人も多い。誰にも会わないのは悪い影響を拡大させないためだとかなんとか。だから変な噂が広がる前にお嬢に頼まれて天領奉行と対策を練っていたところなんだ。もし混乱が起きた時に対処できるようにね。しかしそうは言っても天領奉行の内部は今非常に不安定な状態なんだ。他の家紋に対して九条家の制御が効かなくなってる。どうしてそんなことになったんだ。九条家がファデュイと結託し稲妻を破滅に追い込んでしまった。今は将軍様の裁きを待っている最中だ。ただ将軍様からの命が下されていないだけで、天領奉行の人間が交代することは皆が分かりきったこと。簡単に言えば配下はもう命令を聞いてくれないのに、仕事は同じようにやらなきゃいけないってことだね。高雪様の体がまだお元気であれば何か方法もあったのではと思いますが、今はあの時真相を見抜けず父を止めることもできなかった。そして父の代わりに当主の仕事をやってる今もなお内乱を鎮めることができていない。全部僕の力不足のせいだ。そんなことおっしゃらずに鎌治様、元気を出してください。少なくとも若旦那が戻ってくるまで耐えなければいけません。今の九条家にはもうさまつな変化にさえ対応する力がないんですから。ああ、それもそうだな。兄さんも今切羽詰まってる状態だ。迷惑はかけられない。それじゃあトーマ、先ほどのことはまた後日話そう。僕は今から高司家の当主高司進に会いに行ってくる。今この状況を統括できる人物は彼くらいだろう。ああ、分かった。今後のためにも早く天領奉行内部のことを解決しておいてくれ。では僕もお供します、鎌治様。いや、僕一人でいい。え、そうですか。
ではお気をつけて、行ってらっしゃいませ。でも雷のことも天領奉行のことも、元はといえば全部将軍が急に西洋を始めたことが原因なんだよな。このまま話を進めてもビクビクするだけで解決しないと思うぞ。え、そんなことできるんですか？わからない。でも試してみる価値はあると思うぞ。出てきてくれるかは将軍の気分次第だけど。なんとか糸口が見つかったみたいだね。じゃあ君たちにお願いしてもいいかな。みんな将軍様のことを心配しているんだ。もしあのお方に会えればいらぬ噂も自然と消え去ることだろう。ありがとう。また君に借りができたね。こんな状況で将軍に会えるかもしれない人ってあいつしかいないよな。じゃあ早速鳴神大社に行こう。よもや休憩時に神社の気品を迎えるとはな。わらわに会いに来てくれたのか。口は達者じゃが目は嘘をつくのが苦手なようじゃ。何か用事があってわらわを訪ねたんじゃろ。まあじゃが、その返答は少なくともわらわをいい気分にさせたことは確かじゃ。言ってみるがいい。何を聞きたいんじゃ。最近将軍が西洋を取ってるって聞いたんだ。それで稲妻外界の雷が不安定な状態になってるらしい。噂によると雷は将軍の意思と関係があるから、みんな将軍の具合が悪いんじゃないかって思ってるみたいだぞ。はあ、ま、何時らになら隠す必要はないじゃろう。将軍様はあの戦いの後心がこじれて人が変わってしまったんじゃ。将軍様の力は日々衰えておる。何時があの時強く打ちすぎたせいじゃな。あやつにとって敗北は何よりも重い一撃。それにこの前わらわが会いに行った時、うっかり三色団子と娯楽小説を忘れてしまってな。ああ、わらわの旧友よ。甘味を食べながら娯楽小説を読むことができず、心が乱れて泣きわめいてしまうとは、しくしく、かわいそうに。そんなことで泣きわめく神がいるか！仕方ないじゃろ。わらわからすれば、何時らの心配は、わらわの嘘と同じように無意味なもののように聞こえる。あれは永遠を求める栄じゃぞ。凡人の命などあやつからすれば主由に過ぎぬ。凡人に安否を心配されてどうしろというのじゃ。ってことは無事なんだな。詳しい状況はわらわも知らぬ。静養したいと言っておったし、わらわもこれといった用がなかったゆえ、自分から面倒に巻き込まれに行く必要もなかったしの。じゃが雷の剣はわらわも耳にしておる。あやつの意志に変化が起きたという点についてはいささかありえないことでもないじゃろうな。静養中に会えるのは稲妻でもわらわだけじゃ。じゃがなぜわらわが何時らの手助けをせねばならぬのじゃ。浮世のすべてをとっくに見飽きたわらわの心を一体何で動かそうと。その答え気に入ったぞ。これは通行証じゃ。門番の奥詰衆に見せれば中に通してもらえるじゃろう。ありがとう、巫女。さっきの質問は冗談じゃったが、あのように答えたからにはしっかりとやってもらうぞ。そうじゃ、通行証も後でわらわに返すんじゃぞ。無事でいられます。Alright, let's go see the Shogun. But before that, I
Would like to upgrade my sakura tree. Ooh. Very nice. Yes, very nice. That should give us access to some of the electrocolus, like the one down here. But before that, let's go into the story. Ooh, yep. So, yeah. The actual story. 将軍様は現在静養中です。 オイラたち、巫女からもらった通行証があるんだ。 ご冗談を。 今まで宮司様が他の方に通行証を渡したことはありません。 それがたとえあなたたちのように名高い旅人であろうとも、 将軍様はそんな八重宮司様を信頼しているからこそ、 この通行証に効力を。 って、え? これは本物? わかりました。 将軍様の命に従い、あなた方を止めるわけにはいきません。失礼しました。どうぞ中へ。しかし、西洋中の将軍様に対してくれぐれも失礼のないようお気をつけください。Alright guys, here we are. Yeah, we might get into a battle, so I'm just gonna leave with this team just in case. なんかうろうろ歩いてるぞ。落ち着かない様子だな。 あなたたち、どうやって入ってきたのですか? 無断でこの地に入る者は、直ちに排除します。 待って!オイラたちだ! なんでまた敵を見るかのような感じになってるんだよ! もう仲直りした。 ここに入ったのも正当な手段を使ってだぞ。いけません。武力行使は禁則事項でした。とにかくお帰りを。私の西洋を邪魔しないでください。知る必要はありません。これが私の西洋児の状態です。うん、なんかちょっと変じゃないか。この身に休息は必要ありません。 しかし、私はあくまでもうちなる者の協力者。西洋が彼女の意思であるなら、その願いに従うまでです。ってことは、西洋は中の A が干渉してるんだな。でも、なんでだろう。たとえ将軍が外で活動してても、一心浄土には影響しないはずだろう。あんなに大きな庭園もあるんだし、 西洋にぴったりな環境じゃないか。彼女の願いです。それ以外言うことはありません。今の私が外へ行っても、何もやることはありません。事務を処理しないのも、それをすることができないからです。ん?どういうことだ?すべて禁則事項です。もう私に話しかけないでください。 うん、どうしよう。全く会話が進まない。あなたたちでしたか。お久しぶりです。将軍は今都合が悪いので、私に会いたければ直接中へ来てください。 Oh, I didn't. Oh, okay. That's a bit odd. She seemed a little bit more kinder here. 急にオイラたちを中に引き入れるなよ。びっくりしたぞ。あら、何を慌てているのですか?外の将軍は壊れちゃったのか?修理しないとダメなんじゃないか?その心配は必要ありません。あれは私の意思です。 将軍のほとんどの機能は私が一時的に停止しました。今の将軍は事務も処理できず、私として振る舞うこともできません。ですので、いっそのこと西洋を皆に告げたのです。言ったはずです。稲妻の永遠についてもう一度よく考える必要があると。それには時間が必要になります。
そして私が考えを終えるまでの間、元となる規則にのっとって動く将軍が間違いを起こしてはなりません。あ、将軍にスイッチみたいなものはないのか？ありません。想像した時は停止することを考慮していませんでしたので。それに当時の私は、未来の私が将軍の運行規則を変える可能性があると考えた上に、そのようなことは永遠にふさわしくないと思ったのです。そのため予期せぬ事態に対する保険として、将軍は規則修正に対して非常に完璧な防御機能を備えています。私にとって人形の規則を直接変えるよりも、永遠の形についての考えが終わるまでいくつかの機能を一時的に停止する方が効率的なんです。そういうことか。じゃあ稲妻外界の雷が荒れ狂ってるのは、将軍の機能がいくつか停止したからなんだな。雷が荒れ狂う？それは初耳ですね。え、知らなかったのか？実は。なるほど、外界の雷がそのようなことに。厄介な状況なのか？操作の手違いでそういうこともあるんです。後で私が将軍を調整すれば問題ありません。そんな目で見ないでください。こういった操作は今までにやったことがないんです。将軍の構造は複雑なもので、調整をするだけでも問題が出てくるものなんです。これは言い訳ではありませんよ。ええ、事実を言っているだけです。大丈夫、気にするな。解決できればそれでいいんだ。いいえ、進むべき方向は見つけたのですが、未だに矛盾が存在しています。しかしそれほど急ぐ必要はありません。慎重さを欠いて結論を据えてしまっては本末転倒ですので。え？みんな将軍の元気な姿を見れば、外で噂されてる憶測とかもなくなると思うぞ。それに場所を変えて気分転換すれば、新しい考えが思いつくかもしれない。私にこの一心浄土を離れろと？私にとって必要なことではありません。しかし、あなたの誘いであれば気分転換も悪くないかもしれません。わかりました、外に行ってみましょう。気分転換に行くのですから、私のことはエイと呼んでくれて構いませんよ。堅苦しい呼び方はあまり好きではないので。え？でもオイラたちの目の前にいるのはエイの意識だろ？意識はここから離れられるのか？もちろん方法はあります。自分で自分を監禁するような真似はしません。おお、じゃあもう心配はいらないな。これからはオイラたちがお前のガイドだ。ガイド？何ですかそれは。今の稲妻で何が美味しくて何が面白いか、オイラたちが紹介してやるってことだ。よし、じゃあ出発。空気に気分転換とは言いましたが、どのようなところに行けばいいのでしょう。まずは城内で一番賑やかなところに行こう。ここが今の市場ですか？記憶にあったものとはだいぶかけ離れていますね。町の店も商売をしている人もあの当時とは全く違います。将軍様、どうして将軍様がここに？将軍様は病気じゃ。どうして急に？どうやらここの人たちを驚かせてしまったようです。
将軍様が急に現れたら驚くのも無理はないな。町の見回りは天領奉行の仕事となります。将軍が処理すべき情報や下すべき指示はとても多いため、自ら出向く時間がないのです。それに将軍は休息がいりませんので、暇つぶしや気分転換をする必要もありません。なあどうする？一旦ここを離れて騒ぎが収まった頃にこっそり戻ってくるか。どうしてですか？私は何も面倒を起こしに来たわけではありません。気にする必要はありませんよ。心配してるのはここにいる一般の人たちの方なんだけど、まあいいか。そういうのもお前らしいもんな。今も民たちは交渉にモラを使っているんですよね。おお、これは今も昔と同じだ。キラキラしてて魅了されるよな。Everybody's staring at us. まさか、エイもモラがないってことはないよな。もちろん持っていませんよ。一心浄土では需要がありませんので。何か品物が必要な場合は奉行衆に送ってもらえばいいのですから。しかしどうして私もなんでしょう。皆さん規律正しく過ごしているようで、あなたの言った賑やかが全く感じられません。おや、ここの屋台は何を売っているのでしょうか。将軍様の前で賑やかになれないよな。見たことのないものですね。将軍様、これは失礼いたしました。いいえ、そうかしこまらず。本日は気分転換に来ましたので、少し見るだけです。あなたの売っているものを私に教えていただけますか？もちろんです。僕がここで売っているのは食べ物です。たこ焼き、団子、それと、牛乳とか。あ？その中に牛乳が混じってるなんて、なんか変だな。あなたの感じ取った変は、僕がわざとつけた特色なんです。城には、悠久の歴史を持つ老舗がたくさんあって、僕が何を売ろうとそれらにはかないません。ですので僕は目新しい組み合わせを作り、お客さんに新鮮な体験をしてもらおうと決めたんです。例えば僕が最近開発した団子牛乳。団子を練りつぶして牛乳によく溶け込ませたものです。味もさることながら全く新しい奇妙な食感も楽しめますよ。団子に牛乳？聞いたことがありませんね。どうしてこのようなものを考えたのですか？申し訳ございません、将軍様。決して永遠に意見があるわけではありません。かしこまらないでと言ったはずです。そんなに恐れおののく必要はないんですよ。私の追い求める永遠が団子と牛乳によって揺るがされるものではないでしょう。あれ、なんだか噂に聞いた将軍様と少し違うような。実は僕も思いついたのは偶然でした。ある日、友達がお客さんのおもてなしをする際、団子を作りすぎてしまったらしく、食べきれないからと僕にくれたんです。しかし僕にとってもその量は多く、でちょうどその時僕の店でも牛乳が売れ残っていることに気づきました。そして団子も牛乳も日持ちしない状況だったのです。そこで試しに2つのものを混ぜてみたところ、ちょうどいい塩梅で混ぜることで意外にも美味しいことが分かりまして。偶然からなるもの面白いですね。私にも一杯いただけますか？将軍様にご興味を持っていただけるなんて。はい、もちろんです。あなた方も一杯どうぞ。甘くて美味しいです。それともっちりとした食感も、
不思議な飲み心地ですね。そうだな、飲み物は飲んでるのに、なんか食べてる感じだ。お粥みたいな。全く同じとは言えませんが、どうであれ好みの味です。ありがとうございます。こんなに美味しい団子牛乳、さぞ売れ行きもいいのでしょう。いえ、その実は売り上げは全然。え、良くないんですか？どうして？その実際に飲んでくれた人の評価は結構いいんですが、ほとんどの人がこの組み合わせをおかしいと思っているようで、口にすらしてくれないのです。あ、別に将軍様の感覚がおかしいということではないです。お気を悪くしないでください。そうでしたか。それなら簡単です。シャブ業の人に何百杯か購入してもらい、一人一人に配ってもらえばいいでしょう。いえいえいえ、将軍様、それはいくらなんでもやりすぎかと。やりすぎですか？皆さんにも試してもらいたいと思っただけですが。団子牛乳を飲んだことがないというのは非常にもったいないことかと。それは至極当然なことです。人間は皆甘いものが好きだと聞きました。私が甘味を食べることもおかしなことではないでしょ。ミコもそう言っていました。はあ、やはり甘味は気分を良くしてくれますね。一人で考え込んでいた時よりだいぶ気分が良くなりました。そういえば以前ミコが言っていたのですが、八重堂を立ち上げて娯楽小説を売っているとかなんとか、それでいつも私に自慢していたのですが、私にはそれがどんなものなのかすらわかりません。ちょうどいい機会ですので、私をそこへ連れて行ってくれませんか？いいぞ、いろんなものを見てみよう。将軍様直々に八重堂にいらっしゃるなんて、何か重大な伝達事項でも？いえ、そんなにかしこまらず、ただ見に来ただけです。申し訳ございません。何のことかさっぱり。管理方面のことでしょうか、それとも出版規範、もしくは消防問題など？将軍はただ単に本が読みたいだけなんだ。将軍様が娯楽小説を？ええ。何かおすすめの本はありますか？八重堂の小説は主に一般向けで、内容も奇烈なものが多く、将軍様の趣味に合うかどうか。あくまでも試みですので、同じものばかりでは意味がありません。安心してください。文字で書かれた物語である限り理解できないということはありませんよ。それはそうですが。大丈夫だ、理解できなくてもオイラたちが将軍に説明してやるぞ。わかりました。では最近の話題作が置かれているあちらの本棚までどうぞ。中にはこの小説はすごいの受賞作品もあります。つい最近その作品をまとめて売り始めたんですよ。まあそこまで深く考えず楽しんでいってください。わかりました、では行きましょう。どういうことでしょう。私が甘く見ていたのでしょうか。本に書かれた文字や単語はわかるのに、つなげて読むと意味が理解できません。例えばこの転生ヒルチャール、夕暮れの実を食べ続けたら最強になった剣について、名前が長いですね。ヒルチャールは本当に夕暮れの実を食べて強くなれるのでしょうか。少なくともお肉を食べる必要があるはず。これはこの本の設定だぞ。設定とは？設定は
何に使われるのですか？事実を書いた物語に信憑性はあるのでしょうか？それにヒルチャールは物語を書く能力がないはず。作者がヒルチャールの生活を記録しているのでしょうか？ぐい、なんで黒田があんなことを前もって言ったのか分かったような気がする。こうしよう。オイラたち二人が分かりやすい小説を選んでお前に聞かせてやるよ。分かりました。私はいろいろな本を読んできたつもりでしたが、このような物語を読むと何に注目すればいいのかすら分からなくなってしまいますね。ですが期待はしています。巫女らしさが伝わってくる、きっと面白いものだと思いますから。じゃあオイラたちに任せろ。ちょっと待っててくれよな。結構難しいと思うけど、とりあえず見てみよう。 Alright, let's read. Read a reincarnation adventure story, daily life romance story, leeway martial arts story. Know what we're gonna choose? その顔からしていい物語に出会えたみたいですね。今のリーウェイに暮らす者の心はこんなにも複雑なのですか。それに対して主人公は自らの才能を直視したくないようですが、まれに見る正義感の持ち主でもありますね。今はどこにいるのでしょう。稲妻へ来るつもりはありますでしょうか。ぜひ奉行衆に彼を招いてもらい、彼と一勝負してみたいものです。これは架空の人物だから現実には存在しないぞ。それよりも注目すべきなのは悪役の方だろ。ああいう悪どいやり方をした奴らに対して何も思わないのか？悪役？あの愚かな人たちのことですね。悪者であれば最後に裁きを受けるのも自業自得でしょう。どうやらエイは脇役に全然興味ないみたいだな。エイは八重堂の娯楽小説に対して何か感想はあるか？オイラたちの選んだ物語はどうだった？好みに合うものだったか？具体的な内容よりも物語から感じ取れたのは時間が稲妻に残した痕跡です。私が一心浄土に長く居座ると決めた頃はまだ八重堂というものはありませんでした。ましてやこのような物語の存在も。将軍は私の意志に従い永遠の国を作ろうと最善を尽くしました。この国に変化が起きるはずがないのです。ですが今食べ物も物語もすでにだいぶ違ったものになっています。その考えには同意できません。もし私たちがまだ一心浄土にいればきっとそう答えていたでしょう。しかし事実が目の前にある今、その現状に異を唱えるわけにはいきません。お前に新しい考えを持ってもらおうって考えたからこそ外に誘ったんだ。記憶とは違うものみたいだけど、みんな今の生活を楽しんでる。これはきっと間違いじゃないはずだろ？ええ、その通りですね。私は変化の一切に慎重な態度でいましたが、永遠を追い求めたいと思ったのは決して人類の進歩を止めようとしたからではありません。あなたたちの誘いを受けて本当に良かったです。あ、それはあなたがこういうことに慣れているからですよ。私にとって今回の旅は相当価値のあるものでした。たくさんのことを拝見し、たくさんのことを考えられました。いくら褒めたたえても、いくら振り返っても足りないほどです。そうだな。エイが楽しめたのなら記念となるものを残した方がいいもんな。
撮影？一体どうしてそう、私が聞いたことのない言葉ばかりが現れるのでしょう。大丈夫だ、オイラたちについてきてくれ。景色のいい場所に行けばオイラたちが何をしたいのかきっとわかるぞ。その今から何をするのですか。お前のために写真を残すんだ。具体的な操作はオイラたちに任せろ。お前はそこに立ってポーズを取るだけでいいぞ。簡単に言うと、写真は今この瞬間のお前を記録することができるんだ。何かの記念に残すにはぴったりだぞ。ポーズを取るとはどういうことでしょう。なるほど、つまりあなたたちに向かって見栄えのある格好を取ればいいのですね。よく考えるとなんだか恥ずかしいですね。どうすればいいのでしょうか。何か私に案をください。見栄えするものがいいですが、大げさすぎるのは避けていただけると。でないと恥ずかしくて仕方ありません。こうでしょうか。わかりました。ここはあなたが少し慣れませんね。こうですか。わかりました。ここは気楽ならこうでしょうか。肩肘を張りすぎない楽な姿勢です。はい、ではお願いします。いい角度を決めてエイを記録しようぜ。Pick a good spot to take the picture. All right. Oh yeah, let's save it. Oh yes. 撮れたぞ。ほら、これがさっきお前のために撮った写真だ。これは不思議ですね。砲術の一種でしょうか。この中にもう一人の私を複製したのですか。しかし動かないみたいですね。先ほどまで体がこわばっていてあまりよく撮れていないと思っていましたが、今見てみると想像よりもだいぶ自然な感じで撮れているように思えてきました。全く同じ姿勢で、そして背後の風景も、一体どういう仕組みなのでしょう。それがこいつのすごいところなんだ。少々お待ちを。まだ原理を理解することができていません。つまりこの中にいるのは私ではない。私ではないのならどうして私と全く同じ姿なのでしょう。そしてもし私であるなら今の私とは一体何なのでしょうか。これはオイラの回答能力を超える質問だ。そうだぞ、お前は将軍を自分のことだと思ってるのか。もちろんです。今まで稲妻の管理を他の人に任せようと思ったことはありません。じゃあ今のお前は何なんだ。それを言うなら私は私です。疑いの余地もないことでしょ。私の存在なんだか分かってきたような気がします。私は私であり、一人しかいませんが無数の形で存在することができるのですね。どのような形で存在するのかはあまり重要なことではないようです。例えば将軍は私の存在する形の一種であり、彼女が私であるかどうかという問題は決して彼女の体にある部品によって決まることではありません。そういうことならこの写真もお前の存在する形の一種だな。ええ、永遠を追い求める私でさえも存在の形が変わり続けていたのですね。そうであれば一体どうして稲妻に、そして
稲妻で生きる一人一人の方に普遍を要求できるというのでしょう。今回あなたたちとの旅で見たものは全て私の認識外にあるものでした。はあ、お恥ずかしい一面を見られてしまいましたね。あなたたちにはもし今回見聞きしたもので定義するのなら、今の稲妻は私の印象とは大きくかけ離れたものになっています。ですが決してそのような理由で今の稲妻が稲妻ではないと否定してはなりません。メガリレー、千樹百目心臓、これらはすべて永遠に追い求めるために生まれたもの。もし私自身が永遠に近づいていたら、このようなことは起きなかったでしょう。私は、すべてをきつく縛り付けすぎていたのでしょうか。どうやらわかったみたいだな。今回のオイラのガイド、すごく価値のあるものになったみたいだ。カマジ様、カマジ様。お、なんか人が騒がしいな。一平みたいだ。どうしたんだろう。天領奉行の人ですか。そうみたいだ。何があったか聞きに行ってみよう。 Alright guys, I think that's gonna be it for today. Yeah, looks like things are gonna get a bit more busy, but I think, yeah, it's kind of fun, you know, we get to see a different side, or rather the true A, you know, A, the actual Raiden Shogun. Yeah, she's a different, just different, you know, she's a really kind, shy kind of person, but yeah. So yeah guys, hope you like what you've seen today. Yeah, when we come back, we're going to continue with this story and see what's going to happen. And yeah, we'll see what's going to happen. And as always guys, stay safe and never give up on your dreams. And I'll see you in the next one. Bye everybody.